はい、こんにちは。日本改革党、くつざわでーす。昨日の衆院予算委員会でですね、立憲の長妻がですね、増税メガネって呼ばれてますね。と、総理に質問。岸田、いろいろな呼び方があるものだな、と思っております。長妻、私もメガネですけどね。なんていうくったらないやりとりがあったみたいであります。世論、聞いてないアピール。実はすげえ気にしている。めっちゃ怒って家で八つ当たりしてそう。早くレーシック手術を。給付を減税と言い張る気弁。増税しないメガネはただのメガネ。何言ってんだって話なんですけど。こんなくったらないことね、国会で言う長妻も長妻で程度低いっすけど、半分の人間がメガネかけてる状況でですね、日本でですね、メガネが、特徴になり得るのかなという疑問が湧いてきました、私には。私も2.0 の老眼ですしね。メガネの子供が巻き添え被害に遭わないようにですね、例えば、チビメガネとか、短足メガネとか、そういうあだ名が流行っちゃうかもしれない。で、メガネの人口が非常に多いですから、メガネ以外で総理を表現する必要があるんじゃないかと思ってき、ました。産経がつけたあだ名はですね、真空総理っていうあだ名つけてました、かつて。この人には何もないって見破ってね、信念も何もないって。自民党の大半の議員がですね、操りやすい、要望を聞いてくれそうって考えてですね、岸田にかけたんじゃなかろうかって思っておるんですけれども、でもそれは見込み違いでですね、茂木幹事長と木原と官僚たちの密室政治でガシガシ決めちゃうみたいなんですよね。 LGBT 法だの、スワップ再開だの、ホワイト復帰だの、各種増税だのね、マスコミが押す石破と河野はですね、傲慢で人望がない、自民党の議員票が期待できない、みこしは軽くてパーがいいっていう理論に従うならね、操りやすいとか言うこと聞いてくれそうっていう、のが大事って言うんだったら、総理は大事って言うんだったら、自民党に議員にとってはね、新次郎総理爆誕もあるんじゃなかろうかなと、私の全くの試験ですけどね。来年9月に総裁選ありますけれども、次も岸田出ないんじゃないか。こんだけ内閣支持率低迷しまくって、まあ信念のない行動、一貫性のない行動、官僚を言うなり、増税匂わせまくり、あとは実際に増税してる、控除なくしたり優遇なくしたりを一生懸命やってる、結果的に増税になってる、やりまくってる、から人気がないのを考慮して来年9月の総裁選に岸田出ないんじゃなかろうか。3年でおしまいでいいやって思ったっていうか、出ても選ばれなくて生き恥かくよりもつって出ないんじゃないかな、私はうっすら思っております。で次にパーで軽いみこしっつったら新次郎かなーなんて自民党議員は考えるんじゃなかろうか。まあ異論は認めます。高市総理一番いいっすけど、高市総理は重いもんね。担ぐみこしにしては超重。自民党議員、バカで信念がない国家間ゼロの自民党議員が担ぐには高市さん重すぎる総理だから、高市さんに投票しないのかななんて思っちゃったりしてね。自民党税調会、年収2000万円以上は所得税4万円還元の対象外とする案を言い出す。戻すのは1円でも嫌っていう財務省の入れ知恵でしょうかね。世論です。手間かかるから税給でいいだろ。節約できる額より手間の方がかかりそう。手間だけかかってバカみたい。貧乏人のうさばらし目的。同額の商品券配った方が経済効果あるんじゃないのか。それもそうだな。それもそうだな。お金配ると預金されちゃうから、商品券配ったらいいんだねえの、今年中に使ってくださいみたいな。試験ですけど、
国税庁の資料によればですね、年収2000万円以上、以上っていう字変換ミスですね、割合は 0.6% だそうであります。ということは、4万円、節約できる金額も 0.6%、除外のためのコストはいかほどなのかって話なんですけど、ブルジョワが憎いっていう貧乏人のガス抜き目的、でしょうかね。それとも自民党のバカの議員、税調会開いたはいいものの、何言ったらいいか全然わかんねえ。適当言ったろか。そういえば俺2000万ぐらいだな。2000万円、衆議院議員、参議院議員2000万円ぐらいだったと思います。俺らは、戻なくても、縁でないのっていうのを適当言っとけ、みたいに出した案なんでしょうか。まあね、共産党みたいなことを言い出したな。昨日は年収500万円の人は102万円取られて、手取りは398万円って話しましたが、では、年収2000万円の手取りはいかほどか。年収2000万円。まあ、国会議員ですね。あと、NHK の執行部。NHK 経営委員会理事。これはですね、元部局長やら部長やらが出世して、行くとこです。NHK の役員みたいな、連中、経営委員会理事っていうやつらいるんですけども、これが2000万ぐらい。2200万円ぐらい取る専務理事、常務理事っていうのも確かおりました。あとは大企業の、あれですかね、役員なんかも2000万ぐらいもらってんでしょうかね。NHK 会長は3000万もらってます。手取りはいかほどか。698万円抜かれた。1302万円。700万円抜かれんのか。平均年収は458万円なので、これ以上に抜かれてんのね。まあ、こういう人もいないと、税負担率 47% にはなりませんけどね。年収1302万円中と、月に100万円、108万円ぐらいかな。年収2000万つっても、月給で言ったら、まあ、108万円という感じですかね。なかなかに、重税ですね。結構引かれんのな。まあ、サラリーマンだったらこうですけど、企業を出したらば、使った後に、会社の金を好きに使って、まあ、たまに経費として認めらんなくて、そっから課税されるから、まだね、豊かかもしんないな。企業経営者だったらの話。徳島県が高校生に無償配布した教育用タブレット。16,500 台のうち3,500 台が故障。故障したのはすべて中国。2way 社製。教育省深くお詫びする。記者会見。知事も激怒の大ごとになってるみたいであります。世論です。2割以上が使用不可能の故障ってゴミだなぁ。1台 4.8 万円もっといいの買えただろう。8億円の予算なのにリサーチ不足は明らか。どうしてそんな無名の中華タブレットを。結局日本の産業を破壊してるのこういうアホなんよな。 NEC や富士通なら無償修理だろう。爆発しなかったのが不幸中の幸い。ファーウェイではなく 2way か。担当者と業者の懐は温まったんじゃないか。ひろゆきさんね。安物買いの銭失いを自治教育する徳島県さんかっけーって。もうやめてあげてって話なんですけど、豊島区で私が議員時代にタブレット配るよなんて予算、ありました。中学生全員、高校生じゃなくて中学生からタブレット持たす、全部無料で配布する、議員が目にしたのはですね、予算書、予算案なんですけど、期間と台数と金額だけでした。機種やどの業者から買うなんてことは書いてない。そんで審議する。予算書に書いてない。機種の選定はですね、教育委員会が適当に決めたんでしょうね。豊島区の場合にね。元公務員の、あれなんですけど、何にも考えないで、一番安い見積もりにするんだよって。それ以外を選ぶとですね、なんで高い方にしたのって、上に理由を説明しないといけなくなったら面倒だ、だそうで、内容の吟味なんか、給料のうちに入ってないんでしょうね。今回は知事まで激怒の大元になっちゃったけど、想定外とか、不可抗力とか、言ってればいいですしね、公務員はね。今日の単身です。共同通信、英語版の記事で、原発処理水、トリティブ、ラディオカリティブウォーターをですね、福島ウォーターに、書き換えてですね、外部メディアにですね、なんで福島
水ってなんだよって、聞かれてですね、文字数制限のあれがあれでと回答しておりました。苦しいわけ。日本が嫌いで嫌いで、毎日毎日身もだえしてる共同通信らしいっちゃらしいですけどね、共同読んでるような顧客に合わせたのか、中国共産党の指示なのか、処理水放出以降北京、日本大使館にかかってきた迷惑電話が累計100万件以上だって。現在も1日に平均1万5000件以上かかってくるんだって。嫌がらせ側の電話代も大変やな。一体どうやって処理してんでしょうね。1万5千件もね。現地人を何人も何人も雇ってやらしてんだろうか。中国人の文句は中国人に、聞かせて、ね、だろうか。今日も秋田県で熊被害。大館市内で犬の散歩をしていた80代男性が出現した熊に股間を噛まれる。命に別状なし。だが、股間噛まれるの嫌。股間噛まれるの嫌。秋田県熊駆除担当の5台の電話が県外からの抗議電話で鳴りっぱなし。熊を殺すならお前も死んでしまえ。お前らみたいな能力のやつがなぜ顕著に働いているんだ。など一線を越えたものも、誰かが誰かに組織的にやらせている可能性ありますね。多分同じ人間が何度も何度もかけてて、そんなに人数いないんでは、構わないから着信拒否したらいいんじゃないのかな。お前らみたいな能力のないやつだって、お前に言われたくないって話なんですけどね。朝起きたらメロンがない。悔しい。茨城県の作物被害爆発。今年に入ってからすでに74件。梨1100個、小松菜8000株など、根こそぎ盗むのが特徴。これで逮捕されてるのが、ほとんどが不法滞在者なんですよね。被害に遭った農家さんは、恨むなら外国人実習制度という名の、人身売買で不法滞在者を増やし続けている自民党を恨んでください。去年は9006人の実習生が失踪してですね、そっくりそのまま不法滞在者になりました。私もまだやってるって勘違いしてた、今やってないイランからの石油の輸入。テレビ朝日がですね、日本はイランから多くの石油を買っていると嘘報道。個人タクシーがね、道を間違えてもしゃあないで済むけど、東部や西部なんかの大企業のですね、観光バスが道間違えちゃダメだろうって話なんですけどね。テレ朝は、だからイランとその子分のハマスに味方すべきって言いたかったんですかね。そういうプロパガンダやりたかったんですかね。日本赤軍の岡本幸三が余生は中東のテロ組織で過ごしたみたいで関わりが深いんですよ。もちろんテレ朝とも関わり深いんだねえのかな。テロ朝っていうぐらいですからテロリスト仲間で仲間なんじゃねえのかな。ハマスとテレビ朝日はみたいな、そこまで、疑える関係であります。というわけで、メール党員になってもらってですね、日本改革党をご支援ください。登録は動画説明欄の後ろのもっと見るっていうのをクリックするとバババって開きますんで、そこからよろしくお願いします。ご支援の方もそこからよろしくお願いします。日本改革と政治団体なんで、まあ、住所と氏名と、教えてもらうっていう収支報告しなくちゃならないんで、っていう手間ありますけれども、何卒何卒よろしくお願いします。デトックスジャパン。